皆さんこんにちは。見通しズバリ3分テクニカル分析動画の時間です。この番組は私チームハロンズ黒川が主要通貨ペアのテクニカル分析を3分で分かりやすく解説する番組となっております。市場参加者の皆様のお取引のお役に立てればと思います。それでは始めていきます。今回はドル円ですね。まずは冷やしからです。はい、こちらボリンジャーバンド、ストキャスティックス、トレンドの方向性を示す赤い点線、21日移動平均線真横を向いております。トレンドがない状態です。そんな中オシレーター系ストキャスティックスですね。こちら、売りシグナルが点灯中ということでございます。はい、本日のサポート、レジスタンスなんですけど、まずはですね、サポートラインなんですけども、はい、こちらですね、こちら月曜日のオープン安値ということで、114円の41レベルと。で、本日の、レジスタンスラインですね。本日のレジスタンスラインはこちらのシグマラインです。115円の58レベルと。このレベルで、今晩は推移するのではないかなと個人的には思っております。はい、続きまして、一目均衡表、冷やしベースです。はい、こちら、トレンドの方向性を示す赤い、すいません、短期指標のですね、転換線ですね、こちら、直近では真横を向いております。中長期指標の青いラインの基準線は上昇傾向にありまして、まだこれ、クロスはしてないんですけど、おそらく明日ですね、明日あたりにこちらが、交差するのではないか。交差した場合っていうのは、これはいわゆる、逆転といいまして、売りシグナルになりますのでですね、こちらご注意していただきたいというところでございます。そんな中、ロウソク足ですね、ロウソク足は現在、基準線と転換線を上抜けトライ中というところでございます。トレンド的にはまだ出ておりません。ニュートラルな状態ということでございます。はい、最後ですね。はい、2時間足。短期トレード用の2時間足でございます。はい、トレンドの方向性を示す赤い点線、21本移動平均線、下落基調が続いております。そんな中、ロウソク足はと言いますと、この21本移動平均線を上抜いて、今はですね、このシグマラインを上抜け成功しておりますね。そのあたりで推移をしているというところで、まだ下落トレンドが継続中と判断することができるかなと思います。そんな中、教えた系のストキャスティックスはですね、変わりすぎな判断基準であります、80% ラインよりも上で、推移をしておりまして、なおかつ、買いシグナルが点灯継続中ということでございます。多少ですね、過熱感も出ているのかなという感じがいたします。はい。はい、本日の予想レンジですね、114円の41から115円の58レベルの推移と、でテクニカル分析のまとめです。冷やし、ボリンジャーバンド一目均衡表ではトレンドなし、ニュートラルな状態、ストキャスティックスは売りシグナルが点灯中と、2時間足でございます。ボリンジャーバンドでは下落トレンドが進行中、ストキャスティックスは買いシグナルが点灯継続中ということでございます。本日は以上となります。